こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、いただきましたご質問に答えさせていただきます。はい、ご質問を読ませていただきます。病院に見舞いに行くときにどんな着物がいいですか？この質問に答えている動画がないのはなぜですか？はい、病院に見舞いに行くときにどんな着物がいいですか？病院にお見舞いに行くときにお着物を着ていらっしゃるというのはかなり日常的に着ていらっしゃる方だと思います。はい、その方が気をつけるべきことですよね。例えば病院に行くのに華やかな訪問着を着て、どう？綺麗でしょ？私とかこれいいでしょ？っていうのはどうかなと思うので、おとなしい着物を着ましょうという考え方があるとしたら、それはとても一般的な考え方でですよね。はい、私も一般的にはそう思います。ですが実際にですね、私が親戚の方が病気になったんですね。でお見舞いに行こうかしら、じゃあ何を持って行こうかなと思った時に、あれを持って行こうか、これを持って行こうか、果物がいいかしら、何がいいかしらって考えたことがあったんです。でその時に今はないんですけど、ローラリーというすごく素敵なバッグがありまして、ビーズでできた本当にキラキラ光るすごく綺麗なバッグだったんですね。それを持ってきてくださった方がいまして、それを見ていて、あー、このバッグすごいな、こんな綺麗なものを見てもらったら入院しているその方が元気になるかしらって思ったことがあります。で結局その時は病院にお見舞いに行くことができなかったので、それを持っていくことはなかったんですけれども、ですからその方が元気になるのはどうしたらいいかなっていうふうに考えるっていうことが大切かなと思うんですね。状況はいろいろだと思うんです。例えば私がお見舞いに行くっていう、この私もいろんな私がいますよね。華やかなものがお似合いになる方とか、おとなしい、普段からおとなしくものを着てらっしゃる方とかいらっしゃいますし、その相手の方もいろいろですよね。で私がお見舞いに行こうかと思った方は、華やかなものがお好きな、とってもおしゃれな方だったんですね。ブティックに勤めていらっしゃったこともありまして、ファッショナブルなものがお好きな女の方でした。ですから元気なローラリーを持っていったら、そのバッグをすぐに使うっていうことができなくても、見るだけでも元気になるかなって私は思ったんですが、このようにですね、相手の方のことを考えるっていうことが、どんなお着物を着たらいいかしらっていうことのヒントになると思うんですね。全員の方にとって共通してこんなお着物を着たらいいですよっていうものはなくて、あなたと相手の方の場合なので、考えてみてください。それがやはり一番いい答えが出せるし、他の方には出せない答えなんだと思うんですね。病院に行くのにケバケバしい格好をしない方がいい、派手な格好をしない方がいいとか、明るい色はダメよとか、逆に暗いものだと暗くなっちゃうわよとかって、いろんな考え方がありますけれども、私なりにあの方のところに行って元気づけてあげるにはどうしたらいいかしらですよね。例えばお見舞いの品を持っていこうとか、どんな言葉をかけようかって考えるのと同じだと思うんですね。はい、私が元気に歌でも歌ってあげたらその方は喜ぶかしらっていうのに考える方もいらっしゃるかもしれませんし、行ってあんまりお話をしないでそばにいるだけの方がいいかしらっていう場合もあると思うんですね。だったらその時のお着物はおとなしいかもしれませんねっていうことだと思います。それからこの質問に答えている動画がないのはなぜですか。この質問ってあんまり見ない質問なので、一般的にあんまり見ない質問なので、質問されないと答えないので答えている方が少ないのかもしれませんが、なぜかはよくわかりません。
次の質問です。先生のお話が楽しく元気が出ます。私は茶道のお稽古の際にお着物を着て出かけます。紬も普段から着てみたいと思いますが、紬のお着物に合わせる場合、これからの季節上にどのようなものを羽織るか、コートは何が良いか分かりません。ぜひ教えていただけたらと思います。季節的に私がご返事するのが遅かったかもしれません。もう今は寒くなってまいりましたので、防寒ということが必要になりますし、防寒でない秋の場合も、寒くなければこの格好で紬でこのもうこれだけで出ることができます。でも少し寒くなったら、私こんなものも持ってまして、これはすごく大きな、とても大きなカシミヤのショールなんですけれども、こんなものもありまして、こんなものでしたら紬でも合いますし、それから柔らかものでも合うと思うんですね。ですからこんな風にすることもできますね。この方の場合は普段は紬をお召しになってないので、柔らかものなんだと思うんです。ですから柔らかものの、コートとか防寒は持っていらっしゃると思うんですが、それを紬に使えるかどうかということだと思います。基本的にはそんなには変わらないんですが、紬の上に光沢がある、いかにもフォーマル用だと思われるものをお召しになって、でそれがまあ隠せてしまえばいいんですけども、羽織とかで両方が見えたら、いかにも紬の上にフォーマルを羽織ってるということになるので、少しちぐはぐな感じになるかなと思うんです。ですが結局いろんなお着物、いろんな羽織とか生地がありますので、それぞれによって違いますけれども、でもまあ一般論としてそのようになります。いかにもフォーマルなものを、いかにも素朴なものの上に着るとおかしいですが、そうでなければ着てしまっていいと思います。それから草履に迷った結果、お出かけ用の紬の着物には底が少し高い紬の花尾の草履を履いています。個人的には誰かに会うなしに関係なく、自分にとって褒美の日に紬の訪問着を着て出かける日を作っています。困っているのが、おばからいただいた大島に5つもんで、小さい鳳凰柄の小紋の着物です。着ていく場面に頭が混乱、悩み中です。はい、私これ読んでいて頭が混乱ですお出かけ用の紬の着物には底が少し高い紬の花尾の草履を履いています。はい、よろしいと思います。底が少し高い紬の花尾の草履でしたら、お出かけ用の紬に合いますよね。そこの高さって結構個人のお好みによるんですね。で、一般的にフォーマルは高さが高いとか、洒落物は高くないとかっていうような一般論はありますけれども、多くの場合好みにもよりますので、高さはご自分で好みのものを測れたらいいと思います。それから誰かに会うなしに関係なく、自分にとってご褒美の日に紬の訪問着を着て出かける日を作っています。素敵ですね。紬の訪問着は本当にそのようにしてどんどんお召しくださいませ。おばからいただいた大島に5つもんでって、もうこの時点で頭混乱ですね。大島紬なので、大島の染めでしたらまあ5つもんを入れたのかなって思いますけれども、普通大島紬に5つもんは入れませんね。それから小さい鳳凰柄の小紋の着物です。まして小紋に5つもんは着ませんね鳳凰柄っていうのはどうしても格調が高いですよね。だから5つもんと鳳凰柄という格の高さ、小紋の着物という一般的なお出かけ着、それから大島という洒落物っていうのが一緒になっているわけですから混乱しますよね。紋をおとりになるとかっていう風にするしかないんじゃないでしょうかね。そうしたらもっと使えるかもしれませんね。から西日本と東日本では女紋の扱いが違いますね。母の遺品整理で色無地に家紋、夫イコール私の父が入っておりました。しつけ糸付きの未使用です。珍しい名字に嫁いだ私は、娘のために私の着物に新女紋を入れようかと検討しています。
よろしいと思います、はい、女の方はねご実家の 門を入れますよね。でも門すらあんまり使う場面がないっていうことが多いかもしれませんが、私の姉が譲ってくれた色無地は元は姉が門を入れていました。しかし私は門を入れて着る機会がほぼなさそうだったので、相談したところ洗い張りをしてサイズを大きくしてもらうときに門が出ないようにしてくれました。そんなことができるんだ、すごいんだと思いました。それでカジュアルに着られるようになりました。はい、よかったですね。はい、門は後から入れたり、それから門を取ったりすることができます。それからですね、これでカジュアルに着られるようになりましたということなんですけれども、あとは、生地の地紋とか品質とか風合いによって、カジュアルにはならなくて、やっぱりフォーマル用の色無地よねっていうものもあるんですね。これ高級とかお高いとかとまた別問題で、光沢あるとか地紋とかの関係になるんですけれども、光沢があって、やはり品質がいいですね。品質がいいものは普段着にはならないです。見るからに上等な感じがしますので、上等な時に着るようなお着物になります。紋といえば昔、紋付きの羽織を普通の着物の上に羽織って法事に出たりもしていたんですね。朝ドラでやっていました。はい、そうですね。私の母の時代はそうだと思います。黒紋付きを着れば、もうそれで正式なお出かけ着になるので、例えば子供の学校の、授業参観に行ったりするっていう、まあそういう時代があったのではないかなと思います。私の母が黒い羽織を着物の上に羽織って姉の卒業式に出た写真を見たことがあります。あれは考えてみると黒いジャケットのようで合理的で経済的だったのではと私は思うのですが、なくなっていったようですね。そうですね、なくなっていきました。結局、格とか門というものの重要性が社会の中でどんどん薄らいでいったということなんだと思います。家紋入りに金銀の入った袋帯だと公的な式典、おごそかな儀式に着ていける抜き紋は縫い紋よりも格が高い。でも紋が入ることによって格は上がる。はい、その通りですね。色無地は締める帯によりカジュアルからフォーマルに使える。ですね、おっしゃる通りなんですけども、で色無地だけではなくて、他の、例えば紬でも合わせる帯によって、格を上げたり豪華にすることができます。で、色無地は特に帯によってカジュアルからフォーマルに使えるということは事実なんですが、どんな色無地もそうというわけではないんですね。やはり光沢感と地紋とそれから品質によって違ってきます。フォーマルも高級じゃないフォーマルもありますよね。高級じゃないフォーマルとか高級なフォーマルとかあるので、色無地でもその着物の光沢感とか地紋とか品質によって品質が高い生地が良い色無地はあんまりカジュアルに着ることはできません。生地が持っている上等な感じがありますので、その上等感をシャレ物としてカジュアルに着ることはできません。それを着ちゃうともったいないし、なんかおかしい感じがします。それから帯をいくらフォーマルにしても、色無地の品質とかが、フォーマルでなければ、色無地でもお互いにちぐはぐな感じになりますから、合わないですね。色無地の生地質とか地紋とか品質に合う許容範囲があるので、その許容範囲の中で、やりくりをして、今日は簡単なお出かけ着としてこの色無地を使いましょうとか、この帯をすればこの色無地はフォーマルな結婚式まで行けるわっていうふうに、ある程度の許容範囲がそれぞれありますので、ご自分がお持ちの色無地がどの範囲なのかを知っていただく方がいいと思います。門の要不要、田舎と都会の差はあるでしょうね。はい、あると思います。田舎と都会といいますか、まあ地域によってかなり格ですね。格や豪華さがどの程度必要かというのは多分違うんだと思いますね。皆様のお役に立てば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。